ガイウステイレンティウス・ウアロは、共和制ローマの政治家、将軍。紀元前216年、失政官の職に就いたが、官内の戦いで敗軍の将となった。紀元前218年、ウアロは、プラエトルに選出された。第二次ポエに戦争中の紀元前216年、ルキウス・アエミリウス・パウルスと共に、失政官に選出された。同年8月2日、 当日の軍の指揮官にあたり、ハンニバル率いるカルタゴ軍との決戦を望んだため、艦内の戦いが起こった。ハンニバルの包囲作戦によって、ローマ軍は壊滅的打撃を受けたが、ウアルロは逃亡した。紀元前215年から紀元前213年にかけてウアルロは、プロコンスルに選出されピケノムを担当した。さらに、紀元前208年から紀元前207年にかけて、 プロプラエトルに選出されエトルリアを担当し、ハンニバルの弟のハシュドゥルバルと対峙した。紀元前200年、ウアルロは大使としてアフリカへ赴いた。紀元前3世紀末に氏族が中造したデナリウス銀河、テレンティウス氏族はプレブスの出身で、氏族からは彼が最初の失政官である。次の失政官は紀元前73年のマルクス・テレンティウス・ウアルロ。 ルクルスまで待たねばならない。紀元前一世紀には他に学者として、有名なマルクス・テレンティウス・ウアロ、詩人のウアロ・アタキヌスなどが出ている。リウィウスによれば、癒しくさもしい身分の出身で、父親は肉を売り歩く商売をしていたが、彼はその下働きをしていたと伝えられている。父の残したお金で地位の向上を図り、クワエストル、アエディリス・プレビスとクルリス、 プラエトルと勤めた後に、執政官を目指したとあることから、ウアドは遅くとも、紀元前222年までに、クアエストルを、紀元前221年までにアエディリス・プレビスを、紀元前220年までに、アエディリス・クルリスを勤めたと考えられている。紀元前218年に、プラエトルに選出されたとすれば、他の3人のプラエトルとの兼ね合いから、 彼の担当は、サルディニアであったと考えられている。第二次ポエニ戦争の図。イタリアのかかとのアキレス県のあたりが、館内全216年の失政官時代、館内の戦いでの敗北の後、敗山兵をカヌシウムへ集結させ、館内での敗北で同僚のパウルスが戦死し、自分は、カヌシウムで1万の敗山兵を集めたが、まとめきれていないこと。 カルタゴと捕虜の身の白金や戦利品の交渉を行っていたことをローマへ伝えた。この秘宝にローマでは大騒ぎとなり、元老院は混乱を拡大しないためもに服する期間を30日に制限した。オスティアで艦隊を指揮していたプライトルのマルクス・クラウディウス・マルケルスがカネシウムへ派遣され、廃山兵を引き継ぐと同時に、ウアドに 下級的速やかにローマへ帰還するよう命令が下された。館内で捕虜になった者たちの身の代金は支払われないことが決定され、多くの同盟国がローマに反旗を翻したが、ウアドが帰国すると、人々は彼に大敗の責任があることを知ってはいたものの、多くの人々が集まる広場で、共和国に望みを失っていないとして、感謝の意を持って迎えられたという。これまでの敗戦で、 元老院の人員不足が顕著となったため、新たな議員の選出が必要とされた。様々な意見が出たが、本来元老院議員の名簿改定は、ケンソルの役目なため、現存する中で最も早く、ケンソルに就任した経験のある者を独裁官として選出し、その任に当てることが決定された。独裁官の選出は、失政官の役割なため、アプリアにいたワドが呼び戻され、 彼は、マルクス・ファビウス・ブテオを選出した。ブテオによって名簿が改定されると、ウアロは、翌年の選挙管理を嫌って認知へ戻った。翌紀元前215年、ウアロは、プロコンスルとして、インペリウムが延長され、引き続き、アプリアを守備した。その後、プラエトルであったマルクス・ワレリウス・ラエヴィヌス・2軍を引き継ぎ、彼自身は、アドリア海に面したピケヌムへと派遣され、 紀元前213年まで、プロコンス、紀元前208年、エトルリアで、リハンの動きがあり、特にアルレティウムの動きが不穏であったため、町から人質を取ることが決定され、プロプライトルのガイウス・ホスティリウス・トゥブルスが派遣された。ウアロは、トゥブルスから人質を受け取り、ローマへ送り届ける役割を与えられた。報告によって、エトルリアの状況が深刻であることが、 本国に伝わると、ウアロは一個軍団を率いて、アルレティウムを占領するよう命じられたが、アルレティウムの政務官の対応が不誠実であったため、トゥブルスに警戒を呼びかけたという。翌前207年、前年戦死した、失政官、ティトスクインクティウスクリスピノスの軍をタレントムで引き継ぐこととなったトゥブルスを補佐するため、ウアロは、プロプラエトルとして、エトルリアへ派遣された。この年、 ハスドルバルが進行の動きを見せていたが、アルプス越えは春以降であると考えられたため、ハンニバルのイタリア侵入以来初めて、コミティウムが休みとされ、アーエディリスの主催するゲームや祭りが取り行われた。ウアロワニコ軍団をもってエトルリアを守備した。失政官、マルクス・リウィウス・サリナトルが、翌年のプロコンスルとしてエトルリアへ派遣されると彼に奴隷の軍団を引き継いだ。 紀元前203年、ローマと同盟するギリシャの国々が、マケドニア王国のピリッポス5世が支援を求める、彼らの使者を受け入れず、さらにカルタゴに4000の援軍を送ったという情報をもたらしたため、ピリッポスの条約違反を問いただすための施設団が派遣された。この一人に、ウアドは選ばれている。紀元前200年、カルタゴの反ローマ派の活動が活発になっていたため、 カルタゴ側に彼らを引き渡すよう交渉する施設団が派遣された。また施設にはマシニツサに対してヌミディア統一の祝辞を伝え、ピリッポスモセと改戦したためヌミディア騎兵の援軍を求める役と標準の意を示していたシュファクスのコエルミナとの交渉が任された。この施設団の一人としてウアロは選ばれ、五段海戦の使用が許可された。 またこの年のウェネシア入植三人委員の一人として、プブリウス・コルネリウス・スキピオナシカ、ティトス・クインクティウス・フラミニヌスと共に選ばれている。フロンティヌスによれば、彼は敗戦後、髪の毛と髭を整えず、食事の時も横にならず、人々から栄養を与えられてもそれを受けず、ただ、ひたすら国のために尽くす姿を見せ続け、国家には、自分よりも幸運な政務官が必要だと語ったという。 ありがとうございます。